さあ、メルセデスのブースです。これはですね F015 ラグジュアリーインモーション、メルセデスベンツが、F015 ラグジュアリーインモーションのような夢のコンセプトカーが、作られたと、まあ、こういう感じなんですけれども、自動運転です。この自動運転っていうのはもうメルセデスは世界に先行して市販車に導入しています。それをさらに進化した、こういう形の、まあ、言ってみるとですね、未来の S クラスというのはこうなるのかなというような感じがします。決してバックトゥーザフューチャーの世界ではありません。現実的なものをメルセデスは世の中に送り出しているということで、お抱え運転手がこれからはいなくなってしまいます。さあ、メルセデス、続いてはですねメルセデス AMG GT3、これはね、YouTube だとか写真では見たことあるんですけれども、実際に目にするのは初めてです。まあ、この東京モーターショーは初めてだと思いますけれども、これはね、おそらく、今年の、まあ、スーパー GT ですけれどもね、まあ、FIA GT も含めて台風の目になることは間違いないと思います。ポルシェキラーメルセデスがメルセデス AMG として作り上げた FIA GT で勝負する車です。ということで、まあ、今年がね、これヨーロッパでずっとテストしてましたので、2016年の、まあ、FIA GT を含め日本のスーパー GT、メルセデス、BMW、ポルシェ、こういった車が、新車が続々出てくると思います。その中でこの AMG GT3 がどこまで速いのか見てみたいと思います。